はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、ティンバレス編。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について、1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、ティンバレスの基本奏法のすべてと、マンボのリズムパターンの叩き方というところまで解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回はですね、ソンゴというリズムの叩き方について解説していきます。ソンゴ、聞いたことありますでしょうか ソンコというのはもともとキューバのパーカッションの巨匠チャンギートという方が作ったリズムで結構、ね、最近のリズムです。1970年代から80年代にかけて出来上がったリズムです、まあね。すっごい簡単に言うとキューバってたくさんのリズムがあるわけなんですよ。そのたくさんのリズムを全部合体させて一個にしたようなリズムです。はいまあ、すごい雑に説明するとそういう感じになるんですけども結構ね的を得てると思います。いろんなリズムの大事なエッセンス、大事な要素をこうね。 ううまいこと組み合わせたよななリズムなんですねでそのソンゴのバリエーションチャンギートが曲の中で演奏したそのソンゴのバリエーションっていうのもね結構いっぱいあるわけなんですけれども今回は特にそのティンバレスで演奏しやすいようなパターン特にそのいろんな音楽いろんなジャンルの音楽で合わせやすいように僕は少しねアレンジをしたパターンを紹介していきますので是非習得してください。 はいこれは2-3ンゴパターンと言います。前回のマンボと同様に 1&2&3&4&2-3 比べから派生してできたリズムだっていうことですね。っていうかまあ9番のリズムってね大体比べからできてますんでそれらを合わせたソンゴも、まあ、無論比べからできていると。で前回のマンボに比べてこの頭打ちのカウベルがある分ですねこうゆったり乗れるリズムなのではないかと思います。 ははい、いでは細かく見ていきましょう。全部で4カウント4拍のリズムでまずカウント1が1スリーカウント2が124カウント3が12スリーカウント4が124ですで今回もこれ口で歌って覚えましょうこれも一つのコツなんですけどもこういうリズムパターンを覚えるときね まあ実際の演奏の中で「あれあのリズムパターンなんだっけ?」ってこう考えてる余裕ないんですね。なんで考えなくとももう勝手に出てくるぐらいにしておかないといけないと、まあ、それぐらいでないとね実際に使えませんのでまあ譜面に書くのもいいんですけれどもできれば譜面に書かずにもう口で歌って覚えてしまう丸暗記してしまうのがいいと思います。はい、で今回の歌い方いきます。

はい覚えましたねはいそれでは実際に叩いてみましょう毎回各カウントの頭ワンは右手でチャチャベルを叩きます叩き方はスティックのマーキングポジションでチャチャベルのマウスを叩きましょうはいそうすると結構 抜けのいいコンコンコンという音がするはずですで。チャチャベルがないという場合はですね、マンボーベルでも構いません。マンボーベルのオープンかマウスを叩いていただければ、これでもソンゴになりますので、チャチャベルない場合はマンボーベルで大丈夫です。ではカウント1から順番にいきましょう。カウント1がコこですね。はい。ワンが、 カウベル、三がジャムブロック、はい簡単ですね。続いてカウントツー、コートド,ドです。ワンがカウベル叩いたら、今度左手、two f o u がこの低い方の太鼓です。ワンツーフォー、コートド,ドですね。カウント三、コカカです。コカカアンで。 ワンがカウベル、トゥスリーがジャムブロックです。これ左手で2。トゥスリーと。二回叩いてもいいですし。ワン、トゥスリー。トゥスリーってこう左右で。まあ両手使って叩いても。問題ありません。続いてカウントフォー。コートを打った。たですね。はい。カウントワンがカウベル。カウントツーが。 低い方カウント4が高い方になります。コートたですね。で、この高い方を強調したい場合はリムショットでもオッケー。ここをリムショットにしてもオッケーです。カウント1から4を通してやるとコカコかトコカかかトかになるわけですね。

はいいかがでしょうかできましたでしょうかこれができましたら今度はもうちょっとレベルアップした練習もをやってみましょう今度はソンゴを叩いているパターンの中にあばニこタタタタカーンですね これれを織り混ぜる入てていくっどういう感じかというと。という感じです。まあ実際の音楽演奏の中ではこんなしょっちゅうあばにこう入れることはないんですけどもとりあえず練習なんでねこのパターンの毎回1頭カウント1の位置に。 このリムショット、アバにこのリムショットが入るように練習してみましょう。このリズムパターンを叩いている中で、どこのタイミングでアバにこう入れるのかとか、まあ、フレーズ全体のね流れをつかむために、やっぱり口で歌うのがすごく効果的です。ちょっと歌いながらやってみますけども、コカコトトコカカコトタタタタカンカコトトコカカコトタタタタカン カカコトとコカカコータタタタカンカコトとコカカコータタタタカンカッコトコカカコートタタタカンとアバニコとかフィルインを入れる場合でももうそれも含めてね歌にしてしまう歌にして歌いまくって覚えるとそうすればねもうどんな複雑なフレーズも叩けるようになりますからあとカウント3のえっと3で入れるんだっけ4で入れるんだっけとかそういうことも考えなくて進みますコカコドとコカカコ

はい、いかがでしょうかできましたでしょうかもうここまでできてしまえばかなり応用が効くのではないかと思います。あとは各自いろいろと発展させてみてください。例えばマンボパターンからアバニクを入れて、ソンゴパターンとか、その逆でソンゴパターンからマンボパターンの移行の練習とか、今回チャチャベルとジャムブロックでやりましたけれども、このソンゴパターンは別にね、パイラでやってもいいんですよ。パイラでやってもいいし、カウベル2つでね、 これでで、ままたたた全然違った雰囲気になりりすのでい,ろいろ叩くく場所を変えたりししててて練習してみてくださいはい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続き要チェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。